今日はサマルカンド後編ということで、ド定番スポットを紹介していきます。まずは腹ごしらえ、こちらサマルカンド駅近くのバザールです。でこちらのお店でお兄さんがあげてくれた、なんだろう、ピロシキを食べます。多分ピロシキ、こんな薄いんだ。なるほど。じゃーん、何かゲットしました。なんだろう、ピロシキ的な感じかな、とチャイ。トラム、ここが鶏バラシです。トラムは安くて路線も分かりやすいのでおすすめです。1回20円ぐらい、ただ停電で止まる。バザールのすぐ近くにはベビーハニムモスク。めっちゃ綺麗、普通に現れてびっくり。着いた、レジスタン広場。よくわからないけど、お宿を出てから2時間が経ってました。何しよったんよ。中に入りました。これがチケットです。虎にしか見えないライオンの絵が印象的。ティラカリとは金箔を施されたという意味。中には黄金の礼拝堂がありました。最後にご紹介するのがウルグベクメドレセ。こちらがこの3つの中で最初に完成したメドレセになります。めっちゃ暑い、めっちゃ暑いよ。ティムール帝国の創始者ティムールさんのお墓。ここまで来ると、青い建造物を見すぎてどれがどれだかわからなくなってきます。近くまで行く気力がない、ごめんなさい。マンティ餃子にしました。絶対美味しいでしょ。どうやって食べるんだろう。ヨーグルト、ヨーグルト、めっちゃかわいい。
続いています。もう寒さ評論家になれるんじゃないかってくらい寒さを食べてるんですけど、ここねサクッとしてて、中のお肉とお野菜のね味付けがまた絶妙で美味しかったのよ。サマルカントいかがだったでしょうか。私のお気に入りはシャーヒージンダ廟群、本当に綺麗でした。サマルカントブルーが見たい方はぜひ行かれてみてください。